12レース4号艇の新井照俊選手です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。小島は9月に続いて今年6回目の登場ということになりました。はいはい、今回は2連対率 32% のエンジンなんですが、前件どうでしたか？普通は言ってたと思いますよ、はいはい、前回は女子レーサーが乗っておられたんですが、はい、そのままの状態で特訓に行かれたんですか？いや、ちょっと叩いたんですけど、はい、まあまあ動いてたと思います、はい、ちょっと叩いたぐらいで、まあまあ、うん、ちょっとしか叩けなかったんですけどね、時間がなかったんで、はいはい、で特訓の後にはいつも通り本体の方をチェックされてましたが、ね、はい、はいはい、もう小島は何回も今年走っていらっしゃいますが、前回とは季節ガラッと変わりましたね。そうですね、ずっと悪あまり良くなくて、前回なんとなし良くなる兆しがあったので、今回はあの、はい、一番いいところに持っていけたらなと思ってますけど、はい、ちょうどもう完全に秋に変わってるという状態ですから、はいはい、じゃあ調整もあの伸びしようとかも、伸びしようというか、まあ、僕はどっちかというと涼しい方が合うので、調整が良くなってくると思います、はいはい、バランスよく仕上がってリズムよくいけたらなと、はいはいはい、前走地の尼崎の周年ではね、そうですね、よくエンジン出てたんで、はい、なんかあのずっとその前の小島からつながってると思います、はいはいはい、しっかりとね、はい、勝率の方もアップしていただきたいと思います、はい、一節間にかける意気込みをお願いします、はい、最終日最終レースにしっかり乗れるように、きっちり結果を出していきたいです。応援よろしくお願いします。